それでは続いてのブースへ参ります。企業名とお名前をお願いいたします。はい、株式会社アリスパークの白鳥と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、この、はい、ブース見るともう本当に非常にたくさんカラフルなものがいっぱいありますけれど、はい、ここはどういった商品を、はい、スノーボードだったりスキーの、はい、まあ、防寒具、小物ですね、アクセサリーを中心に販売をしております。はい、ね、もう本当に今スノーボード、ね、非常に流行っている中で、はい、この防寒具として非常に可愛い感じのデザインもいっぱいありますけど、おすすめはどんなものでしょうか。おすすめはこちらのセパレートタイプというんですけども、はい、こういう普通のフードになってまして、はい、これのいいところっていうのが、このフェイスマスクを下ろすことによって根っこまで変形できるんですね。なのでちょっと暑い時なんかは通常のマスク使っていただいたりとか、いろんな使い方ができるっていうので、まず一つおすすめさせていただいております。非常にあったかそうですね。はい、そうですね、もう本当に隙間風なんかもないように結構フィット感のあるサイズにしているので、生地もこちらは非常になんか気持ちいい、ね、ありがとうございます。そうですね、ちょっと厚みのある温かい生地に、はい、まあ、今これをまあ実際にこういった感じで使えるよという感じですね。はい、そうですね、はい、それでまたこのタイプちょっといろいろいくつかありますけれど、撥水のタイプだったりとか、はい、そうですね、この辺のモコモコに関しては、はい、あの街が広いのでヘルメットが中に入るサイズ感であったりとか、ね、はい、この辺だったらスウェットの生地でリバーシブルで使えるアイテムですね。このポップがあるんですけど、裏返してもらうと違う色に変更できるっていうアイテム。面白いですね。ありがとうございます。まあ、先ほどちょっとね、先に言ってしまいましたけど、こちらの方が、ね、こちらが撥水タイプの、はい、こちらの方フードーマーになってますですね。はい、はい、まあ、あとね、たくさん本当にこちらの方右側ね、また見ると、ね、本当に今度可愛いデザインもたくさんあって、はい、こちらが一応ジュニア用品であったり、はい、ネックウォーマー、ニット帽っていう、一応 OEM の製作なんかも、はいはい、やっているので、ね、もうなんかどん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 新しいのが出る中で、でこちらも非常にやっぱあったかさっていうのは非常に、あ、そうですね、はい、大事ですよね。やっぱり今年も吹雪いてスキー場が一回ストップしちゃったなんて話も聞いたことがあったので、こういう防寒具は結構必要なのかなという、はいはい、さあ、そしてこの中でね、まあ、今ちょっとこちらも説明していただきましたけれど、はい、こちらの方もマスクの方が ね、 そうですね、やっているということで、はい、こちらはどういったマスクでしょうか。こちらが血色マスクと呼ばれているんですけども、はい、一応データあるんですけど、楽天、Q店、au ペイマーケット、あとヤフーショッピング総合ランキング1位いただいてまして、まあ、楽天さんでいうと3億商品の中の1番売れている商品になります。どのあたりがいいんですか、これは。やっぱり、はい、あの紐と商品が同じ色っていうのと、うん、あとは価格の安さ、そういうところで、はい、女性の方はね、やっぱそういったのは非常に気になされるっていう風ですよね。血色なので肌の色がよく見えたりとか、はい、口紅がとかっていうので立体マスクなんかもすごい人気あります。マスクもだいぶ進化しましたね。そうですね、もうやっぱり話しやすいですし、こういう立体だと、はい、ね、まあ、あのスノーでもこちらのあったかさとこういったマスクも一緒に併用して使ってくださいっていうことかな。はい、はいはい、ありがとうございます。またより詳しくお調べする際は、はい、ホームページなどございますか。今ホームページがないので、はい、あの楽天でページを見つけていただいて、はい、そこからのお問い合わせでお願いいたします。はい、はい、忙しい中ね、本当に感動ですね。ありがとうございます。